リーガルハラスメントに強い弁護士、神原はじめ様の過去発言の発掘が、最近進んでいます。そんなもの進めなくていいから。困惑、その中で面白い発言がありました。神原弁護士のツイートから引用します。一般論だが、喧嘩の遊戯というのは業界によってそれぞれであるので、弁護士と喧嘩するのはやはり弁護士がいいだろう。研究者と弁護士の喧嘩というのは例えて言えば、サッカー選手と野球選手が試合をするようなもので、ルールが違うから勝負がつかない。弁護士との喧嘩勝ってやろうと思う。弁護士の腕をボクシングのリングに立たせたら、ものの5分でノックアウトになるだろう。逆に法廷闘争ならボクサーには絶対に負けない。ここから言えることはまず敵を自分のリングに引きずり込むこと。得意技で先制攻撃をかけることである。攻撃が最も良いと考えられる。ボクシングハラスメントやめてください。なお神原弁護士は後に5分を5秒に訂正しますとツイートされています。神原弁護士にしては意外と謙虚ですね。ついでにリガハラも訂正していただけないでしょうか。というわけで法廷は彼のホームグラウンド、絶対に負けないという強い意志が伝わってきます。これは裁判も圧勝してくれるはず。適当。なお神原弁護士は2022年12月29日このようにツイートされています。結論、また正義が勝ってしまったようだな。しかもその後なぜかこっそりと追決しています。後になって削除した理由について、実は監査請求結果の全文を読んでなくて、後から全文読んでこれはヤバいと思って追決したのではないかという説もありますが、真相は不明です。この件についてネット上では次のような反応がありました。 M1 の3回戦突破しそうなぐらいの面白さ、やっと最後までちゃんと読めたんですね。読むの遅すぎだろ。はしご外しハラスメント、プロボクサーと試合したり忙しいみたいですからね。話は変わって、金目ゆき子様は神原弁護士がデマをリツイートして拡散していると主張なさっています。神原弁護士がリツイートなさっていたのは以下のような趣旨のツイートです。 SWAH と AV 新報つぶしの女優たちがタッグを組んでコラボの真似事を始めるらしい。これが狙いなんだろうな。連中はコラボが目障りなんだろう。コラボは制作主を生業にしている業界と、その背後にいる反社組織やらのしのぎを削っている。しかしこれに対して金目様はもう反論。彼女のツイートから引用します。コラボ弁護団の神原はじめ弁護士、あなたもですか。 SWASH の活動に対するデマ拡散やめてください。私たちは長らく活動で反社や半グレ悪質風俗店と戦っています。その都度弁護士やいくつもの労働組合に協力してもらってます。何も知ろうとせずこんなツイート拡散はやめてください。お願いします。私たちが若年層の子たちの支援のお手伝いを頼まれたら断らないといけないのですか。なんで、私たちの活動は風俗やセッマルスワークへの斡旋を禁止しています。当たり前です。もし風俗で働くことに興味を持つ子が相談してきたら他の選択肢を進めるようにしています。以前にも同様の発信してます。コラボ弁護団の弁護士の方々は原告に対するデマや嫌がらせと戦うために今裁判してるのですよね。それなのにまさに今弁護団の弁護士さんたちは私のデマを拡散したり嫌がらせにいいねしまくってることがわかりました。調べてくださった方ありがとうございます。デマだと主張されていますけど、これは一体どういうことなんですか。神原弁護士、モロチン弁護士が嘘を拡散したりするわけないと思いますけど、もし仮にコラボ弁護団がデマの拡散に加担しているとなったらシャレにならないです。一刻も早く釈明された方が良いのではないでしょうか。そういえばとある NPO 法人の理事長も、自分たちの団体の妨害や悪い噂を流されたとおっしゃっていましたね。こういうのを見てると、あながち嘘でもないんじゃないかなと思えてきます。しかし神原弁護士はリガハラするわ、生放送で問題発言するわ、不穏な投稿をリツイートするわで大暴れですね。今後も彼の活躍に期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。